皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。予備ボプレゼンツライジン48 29日埼玉スーパーアリーナ。第3試合でライジンに初参戦した JTT の超新星、秋元京信18が実力者の金太郎31に1ラウンドで TKO を勝利した。試合写真を追加。 秋元教師が金太郎に豪快 TKO を勝利。アマチュア6連勝、プロでもオールフィニッシュで3連勝という実績でライジンへの切符をつかんだ秋元は、セコンドに全バンタム級王者の朝倉海を伴ってリングイン。堂々とした表情で選手コールも受けると、試合前から金太郎に闘志を見せつけた。試合が始まると、リングの中央からプレッシャーをかけたが、 グラウンドの展開に持ち込まれて金太郎にバックチョークを狙われたが慌てずにエスケープして立ち上がるスタンドの打ち合いに戻すと秋元の左ストレートが金太郎の顔面にヒットし金太郎はダウンそこから秋元は攻撃を続けてグラウンドで膝蹴りを入れるとレフェリーが試合を止めて秋元が勝利したすぐに海と抱き合った秋元は喜びを爆発させてコーナーに駆け上がる マイクを持つと、金太郎選手、対戦を受けてくれてありがとうございます。生意気言っちゃってすいませんと対戦相手にリスペクトを示し、一旦、朝倉未来さんや海さんがいなくなった雷神を盛り上げていくのは俺なんで、よろしくお願いします。と心エースを宣言。会場から大きな声援が送られた。秋元は中学卒業を機にプロを目指してパラエストラ歌手は、 現在 BLACKBELTJAPAN に入門し、アマチュア戦績6戦全勝で22年6月にプロデビューした。ディープを主戦場にオールフィニッシュで3連勝を飾ると、今年3月にジャパントックチーム、JTT に移籍し、5月には ABEMA、格闘代理戦争ザ・ MAX に朝倉未来の推薦で、格上のベテランであるアラン・ヒロ・ヤマニハとのワンマッチに出場し、 パウンドで TKO を勝利した。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。